意識とエネルギーが現実を作るって真面目に取り組んだらあかん。君を幸せにできるのは君だけさ、だから一緒にマンマミーしようよ。ママの私をマンマ見てマンマミーに目覚めよう。そして自分の本音を素直に表現する喜びのマンマミー超ハッピーライフを俺と一緒に分かち合ってエンジョイしようぜ。ありのままの神自分塾マンマミーを伝授するマンマミーアモーレ、タカピーことタカヒロダカンネ。もう、ね、もうじゃねえか、ねえっていうことでね、今日も楽しく愛するお前さんとのマンマミー超ハッピータイムを過ごしていこうかなっていう感じなんだけども、ね、オシャンティーね、今日もすげえオシャンティーでしょっていう感じなんだけど、ね、今日のテーマさ、意識とエネルギーが現実を作るっていう話、ね、聞いたことあると思うんだけどさ、要するにその、意識を向けた先、ね、そこにこう、エネルギーがさ、もっと言ったら波動ね、こう波が生じてさ、そこにこう、なんていうの、エネルギーが集まってって、なんか現象化、物質化するみたいなのがさ、量子力学的にも、なんか証明されつつあるみたいなね。そんな話、引き寄せの法則とかでも聞いたことあると思うんだけども、ね。そうするとさ、ムムムムムムムってさ、こうなったらいい、こうなったらいい、こうなったらいいとかってさ、なんか念じちゃうわけじゃん。ね。そんなことをね、マンマミー流的にはしなくていいわけ。ね。マンマミー流ね、マンマミー流的ってなんかちょっと変な言葉かな。マンマミー的に言えば、マンマミー流で言えば、ね。そのまんまの今が超ハッピー。ね。もう今こそが最高の今っていうことに、まあ目を覚まして気づいて、要するに意識をそこに開いて、ね。で、もう先に決めちゃうのよ。ね。ああしてこうしてこうなったらこうでああで、意識がこうエネルギーをね、のだーってやって、こうなってこうなったら幸せになれるとかさ、意識を向けてこうやってなんか素粒子が集まって、ああつって、ああつってなって、ああつってなってさ、ああこんなんできましたみたいなね、そのなんていうのを、小難しく考えれば考えるほどに、あれ私まだ引き寄せができてないのかなとかさ、もっと量子力学勉強しないとダメかなとかさ、なんだろう素粒子って量子もつれってなんだろうみたいなね。タカピーは頭が悪いからすげえいっぱい勉強しちゃったんだけども、結局結論から言うと、何もわかんねえ。ね。何もわかんなかった。ね。自分なりに調べてね。もっと勉強したらいいって思える人は勉強すればいいと思うんだけど、タカピーはノータリンってことにもう降参しちゃったんで、あ、これ以上さ、こういうことについて調べても、結局全部仮説だから、ね。証明できねえや、みたいな。ね。なんなら、その、終わり良ければ全て良しっていうさ、その終わりっていつやねんっつったらさ、今じゃん。今しかないから。だから、今、もう決めちゃうのよ。それをね、タカピーは結構サロンの仲間たちには意図するっていうことね、意識をどこに向けるかっていうことを言ってるんだけども、今もう決めちゃうの。ね。だから、幸せになりたいじゃなくて、今幸せだよっていうね、意図。で、何々したい、何々こんな未来が作りたいって言ったら、もう今そうだよっていうね、そのもう決めちゃうよみたいなね、この動画もね、愛するお前さんが見終わって、なんかよくわかんねえけど楽ちんでハッピーな気持ちになっちゃったみたいな、ついでにタカピーも、あ、なんか楽ちんでハッピーになっちゃったみたいなね、その意図のもとに今日配信してるから、そうなるわけ、ね。なんでか考えなくていいのも、ね、決めちゃえばいいだけ。だから、まあ、なんだろう、あえてやるんだったら、その死んだ時ね、死ぬ瞬間の自分をイメージすればいいんじゃない？ね、すごいなんか、みんながさ、泣いてくれてさ、すごい、素敵な仲間たちに囲まれてさ、タカピーを忍んでくれてさ、こいつ本当にすげえ好きだったよ、みたいな感じで言ってくれたりとかさ、ね、そういうイメージ、ずっと決めてればいいんじゃない？だから、それ決めちゃったら勝手に全自動でそこに運ばれていくから、まあ、だから俺、結構さ、意図しようよっていうことを大事にしてるの。で、まあ、俺がさ、提供してる、その高次元調律っていうね、もうこれもなんか、高次元とかってなんかすげえなんか名前に聞こえるけど、まあ、かっこいいから、そのまんまなんか使ってるみたいな、なんなら人につけてもらった名前なんだけど、一旦自分で違う名前にしたらピンとこなかったから、またこれに戻して、商標も取っちゃったみたいなね。そんな感じで、高次元調律中ね、高次元の力に身を委ねて、まんまみーがどこまでも目覚めちゃうよみたいなね、もう委ねておけば、明け渡しておけば、エクスタシーしまくっちゃうよみたいな、すげえ楽ちんな意図しちゃってるの。ね。
で、もう信じてようが信じてまいが、高次元調律に任せておけば、もうお前さんの人生はもうお手のもんというかね、いろんなことが起きてくるかもしれないけど、全部それも楽ちんにね、いろんなところから助けが入って、いろんなところからいろんなものが運ばれてきて、うわ人生そのままでマジラッキーハッピー超エクスタシーライフじゃん、魂目覚めまくりじゃんみたいなね。だからいろんなこと起きてくるよね、ネガティブなことが起きてきたりとか、まあこれはすごいいいなってポジティブなことも起きてくるかもしれないけど、まあ、全部 OK みたいなね、全部それでまんま今幸せみたいなね、今の自分がいつでも最高の自分みたいなね、これが本音だと思ってたら、また次の瞬間さらにその奥の本音が出てきて、もっと本音が出てきてみたいなさ。でも結局終わりは最高のお前さんの終わり方意図してればいいだけね。だからさ、本当にそれだけなのよ。なんかごちゃ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 、ここに行くためにはこうしなくちゃ、あれが必要でこれが必要で、もっと準備万端にして行かなくちゃみたいなね、そういうのなんかこうインプットを人間でしてきちゃってるんだけどさ、ね、過去の失敗とかもあって、また失敗しないようにまたこういう準備しなくちゃみたいなさ、で出来上がったのって結局なんか絵に描いた餅みたいなさ、結局それなんか何のためにやったんですかみたいなね、その意図もさ、なんかやらないことを実は意図してたんじゃないのみたいな、なんかそれがまさにさ、そういう状況を呼び寄せたりとかするから、もうお気楽、適当、無責任ね、アモーレアモーレで、マンマミアモーレみたいなね、ちょっとイタリア人っぽく生きていこうかなっていうね、今日この頃のタカピータカメっていう感じなんだけどもね、イタリアのなんだっけ、すごいいい言葉にさ、食べて歌って恋をしてみたいなね、食べよう歌おう恋しようぜみたいなね、今を楽しもうぜみたいな、小難しいことを考えずに今をとにかく楽しんで、で終わりよければ全てよしってね、もうそれを決めておけばいいだけね。できるでしょ、そんな難しく考えずにさ、こういう最後にしようっつってね、そうなるから人生ね。でなんでそんなことをイメージできたのかなって言ったら、知ってるからなんだよ自分がね。こういう高火の投げかけに対してもいろんなね、自分の最後っていうのをさ、イメージするわけじゃない、意図するわけじゃない、誰かにそれさ強制させられてさ意図してるわけじゃないじゃんね。でなんなら途中で変えてもいいしね、自由に変えれるね、運命も宿命も天命も使命も好きに変えれるねで終わった時に、まあ、それが天命宿命運命使命でしたねっていうね、結局後付けかいみたいな感じになるからさ、だからおバカに行こうぜ、どんなに勉強してもわかんねえんだから、もう本当にね、賢ぶってさ、なんか私わかってますみたいな、こういうなんか見識があってとかさ、こういうなんていうの、文献があって、もうやっぱ日本語もちゃんと、日本語のボキャもちょっと足りなくなってきてね、そろそろ置いてもしなくちゃいけないかなみたいな感じになってきちゃったけど、まあ、とにかくさ、いろんなそれらしい知識でさ、知識の服を着てもさ、結局なんかそのただ着込んだだけでさ、賢い頭のいい人に見られるかもしれないけど、うわ苦しいみたいな、逆に苦しいみたいな、本当は分かってねみたいなね。だから俺高次元調律と出会ってすげえ良かったなって、なんか高次元調律自慢になっちゃったけど、まあ自慢だよねやっぱりね。信じようが信じまいがね、なんか意図した通りにどん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 人生運ばれていくっていうのを、まあ経験させてもらってるからさ、まあ公式 LINE ね、登録してない人はさ、登録して、まんま見って、送ってくれたら、自動返信じゃないからさ、俺がちゃんと一人一人確認して、施術もね、一人一人に対してちゃんとやるっていうね、すげえ何親切な、そういうとこ真面目な男だからさ、ね、自動返信設定とか、自動にヒーリングがかかるみたいな設定せずに、ちゃんとその時のお前さんに合ったね、見合った完璧な、その、高次元からの調律中っていうのがね、要するに今日のテーマで言えば、意識がこう広がって、本当にお前さんが望んでるところにこう意識が向いて、そこがこうエネルギーとして現実化していくっていうのが、なんかごちゃごちゃ考えずに、あ、ほんまにそうなるわ、みたいなね、体験が起きますんでね。で、なんかよくわかんなかったって体験でも、それ完璧だから、つってね。本当にそうなんだもんだって。ね、本当にそうなんだもんしか言えないの。ね。そんな感じだから、まあ、公式 LINE 登録してない人は、ぜひ登録してもらえたらなっていうね。これから、いろんなイベントとか企画とか、もうみんなと一つになってさ、楽しく、ね、さっき言ったようにさ、笑って、なんだっけ、笑って、歌って、
恋して俺と恋するみたいなね、不倫になっちゃうっつって、不倫になっちゃうからっつってね、そんな感じだからさ、愛するお前さん、なんかいろいろ悲しいこととか辛いこととか苦しいこととかもさ、別にそれ感じちゃっていいんだよね。もう意図されてるから、それ感じちゃダメってやっちゃったらさ、苦しいじゃんね。うんこ我慢するのと一緒だからっつってね、吐き出しちゃった方がいいからっつってね、何でも俺に吐き出していいしっつってね、そんな感じで、今日のルーガをまとめるまでもないけどもね、その意識を向けて意図した先にね、エネルギーがこう集まって現実化していくっていうのは、まあそれすらも後付けの理論でね、もうそれよりもさ、こうしたい、ああしたい、こうなったら幸せなのにって、そういう風にさ、意図したしちゃったら、ずっとこれがこうならなければ幸せになれないっていうさ、ゴール先延ばしみたいな状態が続いちゃうから、今がゴールね、今しかねえから、ね。いつ決めるのって言ったら、なんで今決めるのって言ったら、今しかねえからなのよ。ね。だから今、最高のね、もう超、幸せな、めちゃめちゃハッピーな死に方しますって言って、ね。人間絶対死ぬからさ、それ避けられないじゃん。あ、中にはもしかしたら、一部ね、もう、不老不死みたいな人いるのかもしれないけどさ、ね。それすらもわからないんでね。全部がある世界だからそういった人がいてもおかしくないけど、まあ、基本死ぬじゃん。99.9% の人がさ。だから、その最後は、超最高な、もう本当に気持ちいい、もう、おーんってなっちゃうような、ね。そんな人生にするって、今決めちゃって、ね。すげえ楽ちんでしょ？ね。本当に、すごいね。神回になったね。最後にもうそれまで、だからもう最高の人生の終わり方するよって決めておけば、それがもう意図されて、それが今だから、今しかない今だから、そういう今になっちゃって、毎日が、あ、もうなんか最高の今やんってなっちゃうから。やばいね。ね。やばいね。そんな感じで俺と一緒にママミ超ハッピーライフな今、最高の今の自分をどこまでもエンジョイして生きる喜び分かち合っていこうぜ。今日もママミママメ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくな、ベビーチャオイタリアン。